どうも皆さんこんにちは。セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はオマハステーキのフレーミニョンを作りたいと思います。こちらはもうシーズニングされているフレーミニョンです。お父さんがシーズニングしてくれました。そして野菜もね入れて食べたいと思います。それでは作っていきましょう。まず最初はバターをフライパンにつけます。見てください、このステーキ美味しそうですね。香りもいいです。バターの香りと肉の香りが出て美味しそうです。ミディアムレアにしようと思っているのであんまり長く焼きません。次は野菜を炒めたいと思います。これぐらいでいいと思います。出来上がりました。すごい豪華なディナーですね。こちらは肉もあるし野菜もたっぷりあります。切って食べたいと思います。ちょうどいい感じになりましたね。見てるだけでよだれが出ます。それではいただきます。豪華なステーキですね。こちらは噛んだ瞬間に肉のジュースがね広がります。スーパーステーキですね。こちらは野菜も食べたいと思います。素晴らしいです。こちらこの肉にかかってあるシーズニングがあるじゃないですか。それが少しだけかかってて柔らかくて温まる味です。で野菜がコリコリしています。うまい。肉と野菜があってダブルに味わえますね。ちょっともう一回この肉を切って食べたいと思います。シーズニングとのコンビネーションが超素晴らしいです。ダイナミックなコンビネーションですね。間違いなく100点満点です。野菜と肉もパーフェクトですね。パワーがあるステーキです。こちらは野菜にもねパワーがあって本当に力が出るし元気になる味です。あとご飯と一緒に食べるといいと思いますね。ご飯は今炊いてないんですけどね、なんかご飯が食べたいです。米と一緒に食べるとさらにアップグレードしたディナーですね。オマハステーキのフレーミニョンの紹介でした。次回をお楽しみに。じゃあね。